も皆さんこんにちは。今日はですね、久しぶりに夏以来のサンディブシティ小倉にやってきました。じゃあ今からね、潜入していきたいと思います。あ、めっちゃ暖かい。キュービーハウスがありますね。インキューブがねあるけど広いね、ここ。じゃあね、右から時計逆回りにね歩いてみようと思います。トムサイズム、ビジョンメガネとスターバックス。このね、空間かっこいいね。いいね、いい感じ、開放的やね。あ、正面にねクリスマスツリーがありますよ。綺麗、光を。ここからね、スーパーのエリアになります。もうお正月のコーナーがあるよ。早いね。のり塩258円、結構高いですね。この前ロピアに行ったらあのビッグサイズは170円ぐらいでしたからね。店内はね、かなり綺麗ですね。ミスタードーナツ、あー美味しいね、ドーナツね。ポンデリング美味しそう。寒い時やっぱね、唐揚げ食べたくなりますね。うまそう。ビアードパパの作りたて工房。飲食店街はね、後で行ってみたいと思います。
ペコちゃんが可愛い格好しとよ。お、ゾフがありますね。この前ね、ゾフでメガネ作ったけど、やっぱ安いよね。ビリケンさんがおる。これでね、一周したと思います。上がろうかね。アカデミア、ユニクロめっちゃ広いよね。あー、店内歩いてやっぱ暑いね。暖房が結構効いてるからかなり暑くなってきました。こっちに来たら ABC マート。今日僕が履いてる靴もね、 ABC マートで買いました。これ2023年のモデルなんですけど、めっちゃ安くなってました。この感じいいね。
楽一楽座。フードコート出たらライトオンがありますね。さあ、じゃあね、お腹が空いてきたので餃子の王将に行こうかね。浜田屋とんかつもいいね。ああ、庄屋もいいね。やっぱ昭和にしようかな。庄屋にしました。美味しかった。さあ出ますかね。はい、そういうことでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。